ですね。これ分かんない首に首の肉を。じゃそうですけど、でなんか三重で首肉って書いてます。首って書いてます。そう知ってます？サイエンで首肉って売ってる。これがサイエンです。え、ユニオンって書いてある。でユニオンでも売ってるし、公設市場の中の、仮設店舗、仮設店舗の豚肉屋さん、どこでも売ってます。首っていうんですか？沖縄の方言でくんちゃまって言います。くんちゃま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 。首肉。のお肉の話です、市場の在庫がなくなってしまいましたので急遽、ユニオンで三枚肉と首肉を買ってきました、フェジョアーダにはですね首肉沖縄ではクンチャマーと言いますね。首肉が非常に美味しいと思います。脂身が大事なので、脂身があるお肉をぜひ買ってください。あと煮込んだら縮んでしまいますのでちょっと大きめに切ってください。なのでな人はちっちゃこれの半分でもいいです。1センチぐらいの幅にしておいて、これだったらまあ3等分、1、2、3みたいな感じになります。それぐらいの大きめサイズですね。はい、一口より、はい、
とかも全然振らなくていいです。皮から剥いてください。そう、表面だけな感じで入れて、じゃあでも普通にコトコトやるから戻ってでももうめちゃ熱いね、油めっちゃ出てる。そう、もう全然だからこれで。そうね、でも、うん、うまいんですよめっちゃ軽く散るそうなベーコンガフです。なんかすごく真面目にまんべんなく小麦つけなくちゃいけないとそんなのしなくてもいいのに。どんな感じで言うと、今のグラブレビのために来るんですよ。グラブレビのために来るんですよ。そうそうそう。あとは、お肉を焼くときには、刻みニンニクのほか、おろしニンニクもあると美味しいですね。ニンニクはですね、ちょっと入れすぎかなというぐらいが、美味しいです。ニンニクはできるだけたくさん入れてください。お肉を焼くときに一緒に玉ねぎとニンニク一緒に入れても OK です。フェジョアーダにはできるだけブラジルのソーセージを使いましょう。ブラジルのソーセージ、沖縄ではですね、A プライスで売っています。ブラジルのソーセージと、普段沖縄で売ってるソーセージのどこが違うかというと、ブラジルのソーセージはですね、ものすごい超粗挽きなんですね。で、それはどういうことかと言いますと、切るとですね、なんか肉汁がですね、ジュワーッとね出てくるんです。で、その油とお肉のこのバランスというかですね、それがですね絶妙で、本当にブラジルのこのソーセージ、リンギッサはですね、リンギッサと言います。で、それはですね本当に美味しいです。で、あとはまあ A プライスではまあ種類がまあそんなにないので、通販ですね、そういったもので、ラテンヤマトかな、そこがソーセージすごいたくさん作ってるので、そこから取り寄せられます。夏場のですねバーベキューとかですね、そういったものにも非常にいいんじゃないでしょうか。できるだけブラジルのソーセージと一緒に使うようにして、はい、これはこれでオクタ醤油だね。入れました。はい、まだ塩入れなくていいです、はい、あ、でこれに玉ねぎ、あ、ちょっと待って、じゃあ火力持ってるよ。肉料理には欠かせないのが酢の物、ビナグレッジです。リンゴ酢に、玉ねぎと、トマト刻んで漬け込みます。で、食べる寸前にパセリを刻んで入れるとパセリの香りがとてもいいですよ。ビナグレッジはですね、他に何を入れても全然 OK で、パクチーとか、あとまあキュウリを刻んだりとか、まあ、彩りが綺麗になるように黄色いパプリカを入れたりとか、はい、皆さんそれぞれ楽しんでください。あと酢の物以外にオリーブオイルを使ったりとかするのも OK です。
開けます。はい、皆さんが切った肉と玉ねぎとニンニクがここに。すごい、できた。わー、すごい。フリチュラータ、フリチュラータ、フリチュラータ、フリチュラータ。そしてお出た、タピオカ。タピオカかけるんだ。はい、で不思議不思議タピオカ。はい、タピオカ。フェジョアーダや肉料理といえばファロッファ。ファロッファというのはタピオカの粉です。タピオカというのはキャッサバ芋ですね。キャッサバ芋を粉にしていったものですね。中にちょっとニンニクのかけらが入っていたりとか、美味しい、非常に美味しいです。肉にたっぷりつけて腹持ちを良くするというふうに使われています。中に野菜をたくさん入れ込んでたっぷりかけたりとか、いろんな食べ方があります。皆さんいろいろ工夫してみてください。美味しいフェジョアダ、みんなで作ってみましょう。